はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかです。先日すんちゃんが私にお花のドッキリしてくれたの覚えてますか？私もね、今日すんちゃんにちっちゃなイベントをお返ししたいなと思って、すんちゃん最近ちょっと元気なくて癒してあげたいなと思ってデートしてこようと思います。先日チェジュの観光公社さんのサイトで、私たちがどこに行ったらいいかっていうトップ3を投票していただいて、トップ3が決まったんですね。そのトップ3を回りながら今日はすんちゃんを癒していこうと思います。だから今日はすんちゃんに秘密でじゃじゃーんって感じでサプライズしようと思います。それではレッツゴー。今日は私がすんちゃんをデートに連れてくので、実は皆さんが選んだんですけど、すんちゃんはついてきてください。なんで？じゃあ今からどこに行くの？あ、なんか秘密中。ついておいで、私はうんじょまんへ。はい、行きまーす。行きまーす。バイバイ。ぴょん。Love interrupted by tragedy。 楽しい。まあ今行く場所、こちらの昔のペンションなんか私の気分、あの悲しさをこう掘り返して元気になろうっていう、ちょっと違う方法ですね。はい、ニキビもわざと傷つけてこう再生させるみたいな。あー、なるほど、すごいすごい。すごい楽しみに。はヒョンデリに行きました。それも What? どっちもマニジー変容の体験じゃないやんな。そっか。じゃん。なにこれ。開けてみて。タップ電動キックボード。あ、これ飲んの今日。そう、トップツアー電動キックボード。いやでもね、他のやってもダメ。他のなんかすんちゃん、はい、キックボード好き？好きじゃない、嫌い、あんまり好きじゃない。キックボード乗ったことある？ない。怖いからさ。で、俺結構年じゃん。年だから、まあこういうとで絶対楽しいかな。楽しくない、わかんない、楽しくないと思う、全然。楽しい。しかもここ昔のペンションの近くだからさ、心がね、絶対楽しくないと思う、俺。楽しい。あんま笑わないと思う。まあ、ゆかが予約して、用意してくれるから、まあ、ちょっと乗ってみようか。まあ、ごめんね、言うけどね、あんま好きじゃないからね。変容の方がいいと思うよ。俺も楽しくない。せーの、じゃーん。もう来てるやん。そう、すごくない？キックボードを借りていこうと思います。韓国語だけじゃなくて英語でもサイトで予約ができるように、このサイトなんですけど、この EV パスはアプリもあるみたいなので、もしね、楽に探したい方はアプリダウンロードしてもいいと思います。こういう風に右側の予約するをクリックで、場所が 今のところチェジュスンちゃんってところがあるので、チェジュ島を予約が完了しました。バン。なんかあれみたいじゃん、なんか捕まってさ。バン。 Just sing along and I can't help but feeling just lovingLooking with you, everything's complete.
楽しい。いいね、なんか気持ちいいね。でしょ。顔どう？大丈夫？うん。あ？あ、てか。すんちゃんお腹空いた？空いてない。うん？I gotta tell you something I could do.I could be running or I'm chasing you But I won't Cause I got better, better things じゃーん。はい、キックボード楽しかった？楽しかった。お腹すいたでしょ。うわ、すいすいすい。じゃーん。おぉ、ジョンデスネーク行ってきまーす。ドゥドゥ Have I spent my precious timeChasing somebody who loves me too If I got a dollar for Every time you slam the door I would be the richest girl alive Life, life いただきまーす。これがハンチの天ぷらなんですけど、チェジュのハンチめちゃめちゃ美味しいの。大好きなの。これをここに、うん、これ大事。気をつけて。うわ、辛い。辛い？うん。そんな辛くないやろ。でも、結構辛い。パン。日本の方も食べれるくらい辛さです。でも大丈夫。うん。気はあるけどね、ハンチって。うん、ごちそうさまでした。さっきキックボードでここカフェ綺麗だったから。富士山とどこっけ。うん、喜んでるもちょっと。富士か。From my window, sun's coming up like. はい、キョンデリとかクジャところが人参の生産地ですごく有名で、カフェの中に行くと人参のメニューっていうのが必ずあるので、皆さんも試してみてください。自然そのものの。せーの、なになに。じゃん。동문시장뿌시기。プワンは동문시장でした。お刺身食べに行きます。お刺身。私の意見はないんですね。제주パン。よっ、あとですね、おめぎと。これは本当に私の家族がいてる餅屋さんです。もう雰囲気がさ、もうマッチ雰囲気じゃない。ローカルマッチだね。いただきます。韓国料理屋さんの醍醐味、このおかずちゃんです。じゃあ、ゆかさんはどうやって食べますかね。私は結構こういうのと一緒に食べたりする。私は長者。韓国式のお刺身食べる方法3です。우찬이우리한테물어볼거아니야내가그렇게아니고예그렇습니다나는정남이고나는한번에만나서다시물이차이돼서정남이나이거노브노브지금자동자
これと何が合うかな。ソジュ。ソジュ。タイラーさんっていうソジュがあって、これとお刺身とメウンタンっていうのはめちゃめちゃよく合うので、今日はねうちら運転するから今は飲めないけど、もしテジュンに旅行に来たらぜひ飲んでみてほしいなと思います。おいしいよ。ワンは私のためだね、完全に。めちゃくちゃ食べますけど、歯応えがすごい。ほぶろほぶ。なんか口で温泉する感じ。めちゃくちゃ安いね。いや本当にびっくりした。3000円ちょっとでこれ全部食べれますよ。はい、こんな感じで、はい、今日一日私プロデュース、そして皆さんの選択のもと、うんうん、トップ3を回ってきたんですけど、はい、今日のデートコースどうでしたか。はい、100点満点の90点でした。10点はゆかだけ刺身めっちゃ食べた。ごめん。これは皆さんトンムンシラン来たらぜひ行ってみてください。すごいお得です。お得です。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。みんなもコロナもうちょっと落ち着いてね、ぜひチェジュに来てみてください。はい、それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。